ルです。アイラスです。ちょっとハップルはですね、最近サーモンランをプレイしていて結構気になることがあるんですよ。何でしょうそれは。今回はそれをちょっと話しながら、軽くしばきながら語りたいと思います。お、しばき会ですね。はい、せっかくなんでアイラさんも一緒にということで、はい、あくまで体感でお話しするんで皆さんの感じ方は違うかもしれませんけれども、まあのんびり、まあ、しばきのお供なり、あいいね、ご飯のお供にしていただきながら聞いていただければと思います。はい、いや美味しく食べられたいからね彼ら。そうだね。さあというわけでムニエールにやってきたんですけれども、ムニムニ、まあ、今からいろいろ話しますけれども、最初に言っておくと別にどんな実力の人とマッチングしてもハップルはいいんですよ。ほうほうほう。そう、まあ、なんかサーモランってやっぱほら明らかに初心者みたいな人とマッチングすることもあれば、明らかにバリバリ上手い人とマッチングすることもあって、まあ、実力差は出やすいっちゃ出やすいよね。特に伝説40とか近いとね、そんな感じなんですけれども、なんか実力が足りてない人とマッチングするのが嫌っていう話ではないというのを念頭に置いた上で聞いていただければと思います。はいはい。最近ハップルがねすごい感じてるのが、鉄板をあーだす、そう感じてるのがですね、最近、昔に比べて、昔っていうか初期のスプラトゥーン3とかに比べて、マッチングする人の実力差がえらい極端になってないっていうことなんですよ。昔はそれこそ、いつぐらいまでやろうな、3月ぐらいまでかな、なんかねマッチングする人の実力にグラデーションがあったと思うんですよ、結構、はい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 。まあ、もちろんその中できつい、きつい評価レート帯とかね、まあ、比較的簡単な評価レート帯とかあるんですけれども、なんかほらやっぱ200ぐらいやと200ぐらいっぽい人とマッチングするみたいな、はい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 、400ぐらいと400っぽい人とマッチングするみたいな。あ、400っぽい鮭が来た。400っぽいどっちかっていうと1200、400×3 ややったぜっていう、なんか実力にグラデーションがあったと思うんですけど、最近中間の層がいなくなってないかなっていう体感が。極端っていうこと。そう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 、ほんまにマッチングして、なんか、ほんまにめちゃくちゃ上手い人、はいはい、もしくはほんまに伝説上がりたてとか、普段鮭しばいてませんみたいな人、とマッチングすることがなんか増えたなと。間の人とマッチングすることが少なくなったなって思ってるんですよ。一番わかりやすいのはあれかな、壁塗り、はいはい、なんか昔はめちゃくちゃ完璧に塗る人たちと、ぼやっと全体的に雑に塗る人たちと、全く塗らない人っていう3つやったんですけど、最近はめちゃくちゃ完璧に塗るか、もうほぼ塗らないのなんか2パターンに綺麗に分かれてるんですよね。いわゆるなんか成長途中の人がいないというか、そう。これはどう、アイラさん的には。私はあんまりそういう風に逆に感じたことはないくて。あ、ほんまに。まあ、確かに実力に差が出てしまうことはあるにはあるとは思う、けどそんなに、なんだろうな、そこまで感じることはないかな、ハップルさんほど。なるほどね。でよう考えたらあれもな、あやさんほぼやるとき俺とやもんな。そうだねそれもある、それも要因の一つかもしれんけど、ハップルそれもあるかもしれん。そう、基本鮭やるときって、まあ、放送であったりとか、動画の撮影のときだったりとか、そういうときは基本ハップルさんとやるけど、あんまり一人でサモランやらないんですよね私が。そうね。で残りは、残りのノラお二人っていう形になるけれどさ、ハップルさんはやっぱり、まあ一人でもやるからね、しばける人だと思うのでしばける人って言ったらあれだけど、鮭しばける系男子、鮭しばける系男子やと思うので、それかな私が、そういう風に感じるのは。確かに、最近感じるんですよハップル個人的には。なるほど、そう、もちろん時間帯とかもろもろもあるとは思うんですけれども、そうで、なんかまあ、もう長いゲームですよスプラトゥーン3も言うて、もうすぐ1年、そう、もうすぐっていうか10ヶ月か今。そうですよ、だから単純に飽きたとかならいいんですよ別に。そうならいいんですけど、なんか他の要因があったら、あとはあれ、あれな、別にいい要因としてはフレンドと遊ぶ人が、みんなお友達ができたっていう、フレンドと遊ぶ人が増えて、それはそういう感じやったら、まあ俺らノラでやってたマッチングシーンからさ、そう、中間層がいなくなった感じがして、なんか別に全然いいんですけど、なんか例えばですけれども、あ、ごめん、おいおい、まあ、それこそほんまにイベントに疲れたとかさ、まあ、なんかあんま良くない理由やったらさ、
悲しいなって思って、うんうん、そう、あのフレンドとやる機会が増えたっていうのはあるかもしれない。そう、みんなお友達できたっていういいことじゃないかいや、いいことやけどね、もちろん皆さんそんなことない、そんなことないんじゃないかって感じてる方もいらっしゃると思うんですけど、そう、いやっていうのもさ、そう、俺が減ったと感じてる層っていうのが、うん、なんかいわゆる例えばビッグランで言うと目安 30% ぐらいやられたわ、 30% ぐらいから、うん、まあ、5% 届くか届かへんかぐらいの人、それぐらいの実力の人がなんか、うん、いなくなってる印象があって、うんうん、マジやばい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 、確かに傘蘇生傘蘇生だ逃げた。そう、まあ、続き話しますけれども、俺がいなくなってると思う層はですね、うん、まあ、ビッグランで言うと、はい、銀バッジぐらい、はい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 、まあ、金バッジ安定ではなくて、うん、金バッジをまあ取れるけど毎回は取れないっていうぐらいの実力の人、うん、っていう人、ほい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 、まあ、だから目安と 30% ぐらいから、うん、なんかせやな 8% ぐらいのイメージかな、はいはい、あー漏れた、まんじゅやからなそう、でそれぐらいの人ってさ、言ったらやばいんちゃうそれ、あぶねあぶねそれぐらいの人ってさ、結構、うんうん、一番なんか大事なんじゃないかなっていう層で、はいはいはい、そう、何かそれぐらいの層の人が離れていく理由があんねやったら、あ、ごめん、ちょっとまずくねえかっていうのが思うところで、イベントで燃え尽きたとかもあるかもしれんけどね。あ、例えば俺らからすればさ、ビッグランってまあ 5% 入れるから、その 5% 入れるかなっていうストレスとは割と無縁やけれども、うん、でも結構ギリギリの人からすれば今回入れるかなとか、そうだよね、今回こそ入れるかなとかで、それでなんか燃え尽きて離れてってないかなみたいなとか、うん、いう可能性もあったりとかして、うんうんうん、ちょっといろんな可能性があるっていう現状なんですけれども、はいはいはい、そう、秋以外の何かがあるかっていうのはちょっとすごい気になってて、うんうんうん、家の外では猫がブチ切りでおりますうさぎですよね、さっきまで、さっきまで家の外でさ、うん、あの子供たちが遊んでてね、はい、そう、微笑ましいんやけれども、まあ、ちょっとさすがに音入ったらあれやからっていうのでね、はい、めっちゃいっぱいで遊んでたから、うん、キャッキャ、そう、キャッキャしてたから、うん、それでちょっと遊び終わるまで待とうかって言って、うん、遊び終わったから始めたのに、今度猫がブチ切り出した猫のブチ切れる声ってなんであんなに怖いんだろうね、ちょっと人間味ある声だからかな、うん、人間っていうわけじゃないけど真似すればできるような声を出すから、あ、そう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 怖いんよ、なんなんやろな、これの縄張りやわらみたいな、結構猫派の人多いけどさ、うん、もう俺は昔から野良猫の多い場所に住んでることも多かったから、うん、ブチ切れてる猫の印象しかなくてさ、ね、猫さん、そう、猫といえばブチ切れあ、そう、話戻りますけれども、はい、そういう感じがとりあえずあるんじゃないかなっていうのを思ってまして、うんうんうん、まあ、でもね、飽きはするからね絶対、どんなものにも、まあ、衰退とはちょっとまた違うか、うん、飽きてしまうっていうのは何にでもあることで、うん、それが悪いとは思わないし、そうね、うん、あ、金鮭にやられました、久しぶりに、いいな、素手で殴られました、フライパンではなく、はっ、ありがとう、よし、でね、うん、まあ、ちょっとこういう体感ばっか話してると文句言ってるみたいに捉えられるかもしれんけれども、うんうんうん、文句はないのよ、うん、でもなんかモチベーションの低下はその周りの人とかのやっぱちょくちょく感じる場面っていうのもあるので、うんうん、ちょっとですね、はい、ずっとサーモンランのアルバインダー実態調査をしてたやん、あ、うん、で特に調査することもないからって言って、うんうん、シーズン4ではやらなかったんですけれども、はいはいはい、ちょっと1周年に向けてさ、うんうん、ちょっとモチベーションっていうところを実態調査で
アンケート取ってみようかなと思いまして。いいね。いつもみたいにその苦手な大物とか好きな大物とかではなく、そのどういうモチベーションでやってて、うん、普段のバイトと比較してそのどういうモチベーションでイベントとかバトルとかをやってるかとかね、どういう楽しみ方をしてる人のモチベーションが今低下してるかとか、そういうのをちょっと調査できるようなアンケートっていうのを実施しようと思います。いいですね。なんかもうすぐさ、スプラトゥーンも、うん、まあ、あと2ヶ月ほどで1年経つわけじゃないですか。経ちますね。区切りがいいですね、うん、なんとなく。そうなんですよ、うん、まあ、巷でいろいろ言われてるけれども、うんうん、実際のところみんなどうなんやと。そうですね、いうことですね、うん、あ、ちょうどおにぎりくんぐんのやらさん大好きな。おにぎりくん最近なんかその毎シフトやってないから、そうシフトやるごとにいつも立つやったからさ横沢に会うの久しぶりなよね。こんにちは、おにぎりくん。よし、頭線において厄介な大物鮭その1、柱。柱くん時間かかるし、いくらキャノンで解決できんから、簡単解決。そうだね。そう、ちょっと困ったちゃんなんですよね、うん。ナイス。うい、ちょっと雲行きが怪しくなってきて、これまずい。濡れないや、これは。やばい、こいつはやっとかないと。まずい。夢が、夢が見れませんでした。おにぎり君に勝てず。あ、でも金来た、久しぶりにありがとうタツ君全然よこしてくれなかったから久しぶりだ。というわけでですね、はい、アンケートのリンクは概要欄にありますので、はい、ぜひぜひそこから回答していただければなと思います。よろしくお願いします。アイラさんもね、うん、撮影時の段階ではまだアンケート完成してないんですけれども、うんうんうん、そう完成したらぜひ答えてみてください。楽しみですね。はい、で回答の期限は特に決めてはいないんですけれども。ああそうなんね。はい、またショート動画で告知するときに、うん、改めて言おうかなと思ってます。はいはい、はい、そんな感じでぜひぜひ皆さんの回答をお待ちしております。ご協力よろしくお願いします。ででは今回こんなところで終わろうと思います。ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。